そうですねとか、いや間を使ってくださいから、間を使ったらもう喋れなくなっちゃう、止まっちゃう、もう勢いが止まってしまう、すっごい分かる、すっごい分かる。いやこれは多分ね、生い立ちが影響してるんだもん。そうです、生い立ち女松永って喋られたすごい申し訳ない、速度とかが、速度とかですよね。そうなんですよ、ついつい早口で喋っちゃって、松永さんも中身あるんですよ、私中身がない早口。いやいや、そんなこと、そんなことないです、そんなこと、全くそんなことないんですけど。おお。そうだろうと思って。違う違う、あれはやっぱりさ、言ってる言ってるやってんなと思って。いや、まだ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 、まだこれあっちを不快にさせるわけじゃないですか。そうなんですよ、人を悪口言ったり傷つけたりもしかしたらもうこれはもう BGM で聞いてくれたらいいので、確かになんか雑音が鳴ってるなぐらいだ。今回初共演ということだったんですけど、どうですか、高橋さんはずっとラジオで、はい、ジーノの小山さんのいや、ありがとうございます、本当に。いや、なんかもう一生お会いする機会ないと思ったのに。いやいや、そんなことないですよ。でも俺、やっぱりその共通点にオードリーっていうのがいらっしゃって、はいはいはい、で、あの、なんだろうな、こう、オードリーさんのラジオで高橋さんが出たりとか、ラジオ、ね、はいはい、でお話しされたりだとかで、なんか勝手にこう、バラエティとかも出られて、こう、親近感というかね、気さくな感じみたいなことを、はい、なんか勝手にこう、なんか会ったことあるぐらいのね、この親近感を抱いて現場で初めてお会いしたら、やっぱちゃんとスターだみたいな。いやいや、待って、さっきもインタビューでくださったけど、そうなんですか。めちゃくちゃだよ、やから。え、高橋さんの最初のイメージはどんな感じでした？いや、でもなんかやっぱり同じそのね、好きなものの共通点とかがあるし、だしなんかこう、すっごい失礼だし申し訳ないなと思うんですけども、高橋さんのラジオを聞いて、そのね、あのコメント欄とかで女松永って書かれたりとかすごい申し訳ない、速度とかが、速度とかですよね。そうなんですよ、ついつい早口で喋っちゃって、松永さんも中身あるんですよ、私中身がない早口なんで。いやいや、そんなこと、そんなことないですよ、そんなこと、全くそんなことないんですけど。そう、だから勝手に親近感を覚えて、で、初めてお会いすると、もう、やっぱそりゃ女優さん、モデルさんならスターだなみたいな。この、俺テレビで会う人もいつも思うんですけど、はい、やっぱりテレビ越しで見ると、この顔立ちが綺麗だなとか、すごい美しい方だなとは思うんですけど、現場でわからない、現場で会わないと、こう、わからない、こう等身というかね、こう比較対象がないか、きれいで分かんないですよ。どれくらい顔が小さいか、どれくらいこう、のこの肩のフォルムかみたいな、どういう足してんのって、テレビだとね、意外と伝わらないんですよ。現場だと比較対象があるから、スタジオに入った瞬間にもう、高橋さん座ってらっしゃいましたけども、遠くに見て、あ、スタイルと思って。今日思ったんですけど、とんでもなく早口じゃなかったですか？違うんですよ、最近やばいんですよ。なんかそのラジオとかやってなんか思いがあるとほんまに止まらなくなっちゃうんですよ。で、逆に言うと思いないと全然喋れへんくてゆっくりになっちゃうんで、バレちゃうんですよ。コントロールできないですよ。そうなんですよ。私がなんで早口なんかって言っていいですか？言っちゃってください。そう、なんか私がなんで早口なんかって、あの、なんですよ、なんか短い時間でもう凝縮で自分の時間を長く取りたくないんですよ。短い時間で全部思いを伝えたいというか、長い時間を使って自分の思いを伝えるべきではないというか、なるべく恐縮ですって感じで、もうほんまに小さく小さく言っていたんですよ。だからちょっとの時間で笑いって言ったら、もうそのなんか自分の時間を使って長く喋るのはあんまり申し訳ないから、なんかその他の方が喋ってほしい、なんかもう、あ、すいません、私なんか喋っちゃってすいませんって感じの気分だから、もうそこで早く喋ってるんですよ。すっごい分かる、すっごい分かる。いや、これは多分ね、生い立ちが影響してるんだと思うんです。生い立ち、俺は、の場合は、俺の話あんまり誰も聞いてこなかったんですよ。で、結構友達でいて、あの、発言が聞かれる人、無視される人って結構いません？いる！結構その場を省略する人って、ぼそっと一言言っても全員聞き立てるんですよ。でも俺みたいな、あの、雑魚は、発言の場が与えられてないから、この短い相手にキューってわーって思い全部伝えないと、人に俺の話聞いてもらえないんですよ。あんまりこう、人に話聞いてもらえない人生歩んできたからこそ、その与えられた時間で全部言いたいと。まあ、そうそう、伝えたいけど、ね、時間使うのはもったいないから、とりあえずキュッと喋ってますっていう。そうですねとか、いや、間を使ってくださいって感じですよ、ね、間を使ったらもう喋れなくなっちゃう、止まっちゃう、この勢いが止まってしまう。だから全部もう勢い出していかないと、私はもう死んでしまう。わかる。いや、これ、これしかも早口って超ガキっぽいんですよね。そうなんですよ。そう、これで多分3、40になって、4、50になって大人になるっていう幻想を抱いてるんですけど、多分早口の速度一緒だから、すごい子供っぽい、まだに子供っぽいと思うんですよ。で、俺らはもともとこうだから、もう諦めようぜって。私、もともと違うかったんですよ。え、何？ちょっとびっくりした。え、もともと違うの？もともとは、あの、この違う、何があった、何があった、え、怖っ、何があった、今ね、じゃあ心の友みたいな違うの？怖っ。じゃあ、この仕事始めた時はもうゆっくり、え、そうですね、私はなんちゃらねみたいな、すごく真面目なキャラだと思われてたんですよ。でもそれが、あの、リミッターが忘れちゃったんですよ。なるほど。お姿ちゃんと言ったんですよ。本当の高橋さんはこうだけど。そう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 。え、な、
あのリミッターが外れたきっかけって何なんですか？え、何やろう。でも私みんなに疲れよっていうのをやめたんですよ。昔はみんなに疲れたいと思ったんですよ。でもそんな無理やんかって気づいたので、だからもうあの疲れたら、もう好きになってくれたりとか好きになってくれたりし、その嘘の自分ついてまでもう幸せになる必要ないとか疲れる必要はないなっていうふうに思ったので、なんかそんなこと考えてなんか言ってるのはつまらないなと思ったので、私はもうありのままで生きようと思って。いやでもいい、でも絶対そっちの方がいいですよ。だって無理ですもんやっぱり。でね、早口じゃない自分で好きになってもらったので、早口の自分は本当に仲良くなった瞬間に、例えば素が出た瞬間に出るじゃないですか。 そうなんですよ。そこで嫌われるとまた傷つくので、最初からこうふるいにかけるっていうのも愛だと思います。でも恋愛しないと、もう恋愛できなくてもいいと思ってますもん。もうこれで早口の女は無理って言われても、もう素は仕方ないです。もう素なんで。うん、しょうがないですよ。そうなんですよ。素出してかないと変えられないし、ね、そうなんですよ。素で好きになってくれた人が周りにね、いてくれたらもうそれで幸せ。なるほど。ね、別にすごいあっちを不快にさせるわけじゃないですか。そうなんですよ。人を悪口言ったり傷つけたりBGM 聞いてくれたらいいので、なんか雑音が鳴ってるなくらいだな。思ってくれれば本当に、まあ、BGM にしたらうるさいですけどね。いやでも高橋さん、この間オールナイトの単発一人でやられてもらったじゃないですか。一人喋りってめっちゃむずいですよ。俺絶対できないですよ。私も無理です。いやいや、できてたじゃないですか。ないんですか。で、19歳、そう、でももちろんじゃないですか。で、19歳ですよ。オールナイトニッポンっていう日本で一番歴史のある番組の枠、しかもご本人が大好きだったオードリーさんの後に1時間半番組やってくださいって言われて、それが成立させられることでも大事件ですよ。無理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 、喋れないんですから普通は。とんでもなく緊張します。いやもうだから何も普段ベラベラ喋ってるのに急に喋れへんくなって、なんかそのラジオってほんまにすごいなと思いました。なんか自然体で喋るって難しいなって思う。自然体無理っすよ。無理ですね。無理無理。だってすごい長くやって、それこそオードリーとかだって1年目のオールナイトニッポンとか春日さんめちゃくちゃ早口ですから。主に春日さんがもうかかっちゃってめっちゃ喋ってるんですよ。で、一歩若林さんが聞くぐらいの感じだったんですけども、年月を経てそこから徐々に変化を遂げていくっていうので。何でハマられたんですか？いや、俺もともとラジオ好きで、いろいろラジオ番組をザッピングしてる時期みたいなのがあって、とりあえず面白いやつをこういっぱい聞くみたいな時期があって、その時もうすでにオードリーは M1 で準優勝を取ってテレビでガンガン出てたから、もちろん大好きでしてたけど、あのオードリーのラジオがあ、やってんだ聞こうみたいなやつが本当に始まったての時期で、でそれで聞いてなんかこうめちゃくちゃ体に合うなみたいなね。なんか好きなラジオってなんか波長合うんですよ、ね、そう、体に合うんですよ。だからあれってなんか人間関係がすげえ近いなと思って、すごいこの人合うな、話合うなとかあるじゃないですか。なんかこの人合わないなみたいな感じで、でこう全員に合うラジオってこのように存在するなと思って、ラジオ聞いてない人でも全員にこう波長が合う友達がいるように、どれか波長が合うラジオがあるんですよ。オードリーはとりわけこう体に馴染むなみたいな感じ、うん、でそれこそ若林さんとかが初めてこう芸能界という社会に生まれて、それこそ葛藤みたいなのを語られてたんですけど、俺はなんかこう同じような精神性だったけど、周りに結構マッチョなタイプの友達が多かったから、それで自分をこらえて周りに合わせたりとかしてたんですけど、初めてこう大勢さんのラジオ聞いて芸能人に共感するっていう体験を初めてそこでして、で共感するとすげえ同じ境遇なんだって思うと、めっちゃ救われるし、しかもなんか俺がこうぐっと言語化を抑えてたんで、あの感情ってこういう言葉で表現するのねみたいなことをそこで分かって、それですっと救われて、しかもその話で俺めっちゃ笑ったんで、でめっちゃ面白いと思ったんで、まあ、それに勇気づけられて、じゃあ俺らも音楽でそれでやろうかみたいな決心がついたりだとかして、オードリーっていうのはもう完全にこう自分の癒しでもあるし、なんか自分の進むべき道をこう照らしてくれた方でもあるしっていうので、マジでオードリーありきの人生を歩んでるんですよ俺は。やっぱりオードリーすげえなと思ったのは、10年以上やらせて、俺は最初の方から見てるんですよ。だからこういろいろ変遷を経て見てて、でなんかこう素敵だなとももちろん思ってるけど、なんだろうな、こうオードリーも年齢重ねてるわけじゃないですか。まあ、要はこうおじさんになってるんですよ。でおじさんになっても高橋さんみたいな10代の女の子に刺さるってとてつもないことだよ。だって今こう無敵状態じゃないですか、オードリーの無敵日本って無敵じゃあこうなんかやっぱりこう同じことやってたら、ね、賞味期限とかあると思うんですけど、若林さんとかすげえリアルな人だから、すげえ更新されるんですよね。一番最初はこうなんか人見知りだったりとか社会的なものでこう一番馴染めないこういう不満をマイノリティ的な人だからとおっしゃってたけど、途中からゴルフ自分もやり始めるみたいな、どんどんそこ更新されているんですよ。人間をずっとなんか人間の人生ずっと追っていけるというか、そう一緒に生きている感じがあるという、生きてるラジオって感じがすごくします。そうでも本当にあの人嘘つかないというか、なんかやっぱりこうやなんか人見知りだったりとか自分の不出来な部分でみんなを好きになってもらったり、でそれで多分あの時期にもういっぱいファンついたと思うんですよ、うんうん、で
そうやってファンをついた状態で、でもオードリーは売れていくから立場が変わるんで、同じような悩みじゃなくなるわけですよ。で、人見知りもどんどん治っていくじゃないですか。でもそうなった時期に、でもあの自分に共感してくれてファンになってくれてる人いっぱいいるんだよなと思ったら、自分は更新されてるけどまだそこにいようって思うじゃないですか。で、自分は本当はそうじゃないけどラジオでこうそういう風に言ってこうみんなが喜ぶからって思ってそうやりがちだけど、マリさん全部言いますからね、ゴルフやれるようになったわでもリアルタイムで即言うんで、なんて誠意のある人なんだろうな、信用できるな、だから俺がこの人の言ってることで共感して傷を癒したりだとか鼓舞されてたというのは間違いなくて、引き続きこの人が言ってることから聞いていこうみたいなことで思うっていうのはありますよね。本当に今日はありがとうございました。はい、もう思いが伝えられなくて本当に早口になっちゃって本当にみんなごめんなさいって聞かれて、本当にごめんなさい、早口になるために分かると思いながら見てました本当に自分のことのかのように見てました。そう、本当にこういう悩みがたくさんあって、こういう悩みを解決してくれる番組でご一緒できたので、なんかそういう共通の話ができて本当に嬉しかったです。嬉しかったですね。ね、なんか一緒になりそうにならなかったですよね。なかったです、本当に。ね、ずっとオードリーを介してなんか存在を認識しているのみたいなね。でも存在を知っていらっしゃる、なんか私のことを知ってくださってて思ってなかったので、もちろんですよ。本当に嬉しかったです。いやいや、こちらこそね、お仕事もできてよかったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。今ほんまになんていうか、こういうふうな考え方の方っていらっしゃるんだと思って、なんか共通の考え、もしかして優しさでおっしゃってくださってるのかもしれないですけど、すごく本当に素敵な方で、本当にお話を優しく聞いてくださって恐縮です。まだまだ話したことあったけど、めっちゃ気になってますよ。本当ですか？心の友になっていただなってほしいなってほしい、本当に